おはようございます。小前です。うまいそう言ってきました、非常に心地よかったですね、この辺はちょっと曇りだったんですけども、熊に優しい光をですね、まあ、写真に収めてきました。そして、ツアイスイコン、やはりブアイスは、ね、非常に合いますよね、まあ、1枚だけ撮ったんですけど、どういう仕上がりなのかまた楽しみです。やはりこういう小さな旅の時はツアイスイコンなかなかいいですよね。肩から勝負だけでもなんか気持ちを上げてくれるカメラです。ちょっと今回のブアイスを、そして、近くの公園のカフェですね、非常に心地よかったです。ちょっとそれについて書いてみましょうか。ではキャンパス結構使ってますので、残りのページがなくなってきました。前回お届けしたこのキー箱からペンを選びましょうか。選ぶ様も楽しみですね。にしましょうかね。ラミに線で書きましょうか。気持ちがいいですね。ブアイスって行かれましたでしょうか。本当に、心地よい空気感のある場所なので、ぜひ行ってみていただきたい場所でもあります。ブアイスですね。この同じ場所に行くっていう様もですね、私は一つのですね、憧れでもあるんですね。よく、飲み屋とかレストラン、行きつけの場所っていうじゃないですか。その行きつけの場所をですね、まあ、いくつ持てるかっていうのも、まあ、楽しみにしてたんですね。なかなか、まあ、もちろんお店は、ね、閉店しまったりしますけども、若い子からこの行きつけの場所、これはまあ本屋であったりカフェだったりいろいろしていました、まあ、特にカフェなんかは、人がいないカフェが好きでですね、よく行ってました。でそこでまあ仕事をしてたりしたんですけども、この行きつけの場所、同じ場所ですねの一つとして、このブアイソーがあるかなと私の心から感じています。なぜか、まあ、静かな、雰囲気の中で、特に何があるっていうんじゃないですけども、ツアイスイコン、があれば楽しく過ごせる時間、まあ発見を見つけるんでしょうね。何もない場所から発見を見つけるっていう
楽しみでもありますね。皆さんこの行きつけの場所ってお持ちでしょうか。まあ、今回の不愛想はですね、まあ、特にその、館に入るわけでもなしに、まあ、お庭だけ、私のテーマだけですねを、まあ、カメラ散歩をしただけなんですよね。非常に楽しかったですね。またツアイスイコンの、写真の仕上がりが楽しみですけども、で、まあ、今回の、後を楽しみではこの場所を、まあ、どう過ごすかということなんですけども、そうですね、今度、仕上がった写真と一緒に訪れる、これもまた風流かなと思いますね。なかなかこういう光景はないかと思うんですけども、ちょっと今思いついたアイデアでもあります。そうですね。そしてもう一つ近くに、ちょっと公園名が忘れてしまいましたが、公園のカフェですね。ここは、まあ、急遽行った場所で意外に心地よかったので、また行ってみたい人ですね。カフェも非常に味わい深くて、なんといってもこのお庭ですね、散策路、こちらで、ちょっとシートは持っていたんですけども、駐車場に置いてしまったので、シートで、コーヒーバッグを楽しむっていうのを、まあ、したかったんですが、この日ちょっと気温がですね、かなり下がってきて、外でいるのもちょっと寒かったんですよね。なので、また夏とか、そうですね、川の方がいいですよね。まあここではまあこのシートでコーヒーバッグで、楽しむっていうこともしたかったなっていうのがあります。まあこの不愛想とセットで、訪れるっていうのも、まあ、一つのルーティンになりそうな気がしますね。まあ、今回は非常にゆっくりと、まあ、ちょっと遅いスタートだったんですけども、渋滞もなく、帰りも渋滞がなくてですね、まあ、快適に過ごしました。まあ、唯一この、ブアイソンに行く前に、ランチですね、イタリアなんですけども、ちょっとイマイチだったんですよね。なかなか、食の心地よさ、出会えない。またいろいろまた探してみたいと思います。でもやはりツアイスイコンがあれば結構楽しめますよね。はい、今回は後を楽しむ
まあ、不愛想、まあ、ゆっくりはしてたんですけども、まあ、写真も楽しかったです。で、まあ、津愛水があれば、非常にこの1枚を撮る時間をじっくり味わう適したカメラだと思います。またですね、その後、まあ、もちろんスマホでも撮るんですけども、その比べ方とかも、楽しかったと思います。そしてその後カフェと公園ですね、ちょっと意外でしたね。ホームページを見ると、あ、こういうカフェかなと思ってさらっとしたんですけども、行ってみるとすごく良くて、きっとこのブアイソとセットでまた行ってみたいなと思います。なんかこういう新しいところを見つけるとまた一つ楽しみが増えますよ。気持ちよかったですね。ちょっと肌寒かったのが気になりますよ。いや、これからの季節どん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 こういう場所に訪れて、もしこの動画が楽しければいいねと、チャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。